ちょうどあったから昨日届いた最近買ったねポンチョコートを紹介します。ね、ポンチョコート可愛くない？これ、ポンチョなの。私美人でしょ？ねえ、何やってんのマジで。私美人でしょじゃないの、そんな格好して。そう、なんで白買おうかと思った理由は、なんかずっとね白とピンクで迷ってたんだけど、なんかピンクのコート今年買っちゃったから本当は白が欲しかったの。でもなんか白のコートはロングコートで別に買おうと思ってて今。ねえ、キモい、ほんと二人して。美人でしょ、私も美人でしょ。キモい、ブスだよ、ブス。あ、アイドルがブスって言った、よくないよね。キモい、ちょっとジーロ。それダメだって。あーあー、ダメだって。死だよ絶対。こらこら、あんたまだいらないっしょそれ。キモい。本当に。ね、本当に。ね、チータン、これね、あの、全世界に配信されてるから誰が見てか分かんないんだよ。変なこと言わないで。やってる。本当にやだ。押していいかな。ちゃんとつけて。あれ、衣装は衣装、衣装。衣装、衣装。ほんとに帰れもう。これもこれも。じゃあ私の制服だよ。ねえ、スケバンじゃん。私の魔法であなたを可愛くしたいけどな。キモい。チータ、向こう行って。ユオも行って。なんで？責任取って。なんで？この人が勝手にユオについてきたわけだもん。本当に向こう行って。向こう行くよ。じゃあ一緒に行こうか。じゃあ皆さんじゃあ。あんたお風呂入ってくるって言って入ってないじゃん。ねえ、行くから。ねえ、もっと早くして。一緒に行こうか。早く。しつこいなもん。はあ、なんか今日はせっかく計画的な配信をしようと思っていたのに台無しじゃないか。まあ、ってことで可愛いコートだよねっていう話でした。じゃあ切り抜きをご覧の皆さん、私のこと気になってくださったらチャンネル登録、高評価、コメントとお話し会の応募お願いします。お話し会来てねー。